いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は、消防設備点検の時に、使うですね、加熱試験器について、ご説明していきます。加熱試験器っていうのはですね、感知器の中でも熱感知器に対してですね、作動試験を行うもので、例えば作動式スポット型感知器と呼ばれるような温度上昇率で捉える感知器や低温式スポット型感知器と言われるですね、ある一定の温度になると作動するような感知器等についてですね、作動試験を行うためのもので、作動式であればですね、まあ1種と2種であるんですが、これで炙って30秒以内の作動で、低温式であれば特種と1種と2種ってあるんですけどね、特種よく教えに設けられるんですが、これが40秒以内、1種が60秒以内、2種が120秒以内に作動する、まあ、それを確認する、まあ、これで炙ればですね、炙って、作動時間等を確認して、その中で反応すれば OK ですよと、まあ、そういった、試験器なんですけどね。で、これの使い方なんですが、デフォルトの状態はですね、これが、出っ張った形になってる、まあ、これはパナソニックさんの、加熱試験器なんですけどね、これは出っ張ってるんですけど、出っ張ってることでですね、見てもらったら分かるんですが、ここが閉じてて、まあ、ここで熱出すんですけどね、今閉まってる、それが、スライドさせてですね、下げると、ここが開いて、熱が与えられるようになるということなんですけど、実際ですね、ここにベンジンを垂らして、加熱するんですけれども、ちょっと加熱の仕方ですね、これベンジンがあります。で、まあ、通常なんですけどね、まあ、熱感知器が多ければ、まあ、その分いっぱいですね、垂らすんですけれども、今日はまあ動画の説明なんで、ちょっと軽めに垂らしておきますけどね。まあ、それでですね、ここに、接続して、その後はですね、まあ、ライターとかチャッカマンとか、まあ、そういったもので、ここの部分をこうやって、炙っていきます。そうするとですね、これで今もう火力っていうか、まあ、火がついてるんですけどね、これで、熱を与えて、まあ、ちょっと赤くなってるの分かるかと思うんですが、熱がですね与えられて、それで、作動を確認するっていうものなんですが、で、まあ、小林消防設備では、独自の長尺っていうのをですね、使ってるんですけれども、これがデフォルトの長尺なんですかね。これはもう簡単にこう脱着できるんです。実際にはこういうふうにつけて、作動試験をこうやってですね、感知器に対して、行っていく、まあ、そういった形になります。で、これはですね、パナソニックさんの分なんですが、火を消すのも簡単で、今これ火ついてるんですけどね、これを一番最初の状態スライドさせて、この状態にするとですね、もう火は消えるんですね。なんでかっていうと、中がもうシャットされてるんで、もう火はつかないっていう形になります。簡単でしたが、今日は、消防設備点検の、まあ、熱感知器の作動試験に使われる、加熱試験器についてご説明いたしました。